新たな戦場にようこそ。君が心強い仲間とならんことを。 ガイドアイコンは特別なアクションができるときに表示されるから覚えておいてね。 状況を確認しながら移動すれば、不意な攻撃にも対応しやすくなるよ。 次はモビルスーツで移動してみよう。レーダーの目的地に向かってください。 そうそう、そんな感じ。 移動 OK です。 レーダーの使い方もバッチリみたいだね。それじゃ次は高速移動の訓練に行くね。だんだんと難しくなっていくよ。さすがだね。高速移動は一気に敵との距離を詰めたり離れたりできるけど、 順番を覚えて、外体兵装に即座に切り替えられるようにしよう。あと、切り替え時には兵装が使えるまでの準備時間があるのも覚えておいてね。今度は兵装を扱う訓練だよ。パイロットさんの射撃の腕前はどうかな。
3弾数は常に注意していてね。弾が尽きるとリロードが発生して大きな隙ができちゃうからね。次は格闘攻撃の訓練ね。近接戦闘のお手並み拝見だよ。命中した後の効果に違いが出たりするよ。左右に繰り出す攻撃は相手の行く手を塞ぐのに便利だし、方向を指定しない攻撃は速くて当てやすいし、隙が大きいけど相手をダウンさせる攻撃もあるから、ここぞという局面で使ってみてね。優秀優秀。これでモビルスーツの操縦訓練は完了です。次はパイロット訓練だよ。深刻な場合は機体が爆発する前に逃げるのも手だからね。戦場ではモビルスーツから降りる時の隙を狙われることもあるから、周りの状況をしっかり確認してね。次はリペアツールの説明だよ。有効距離が短いからモビルスーツに接近して使ってね。機能を修理できるよ。戦場での修理はタイミングが重要だね。戦闘の合間とか仲間と合流できる時がおすすめだよ。ここでの訓練は次の中継地点の制圧で最後だよ。あと少し頑張ってね。同じ方法で取り戻せるよ。時間はいつもよりちょっとな。お疲れ様。ここでの訓練はこれで、次はベースキャンプを案内するね。お疲れ様。じゃあベースキャンプに帰ろっか。
また会ったね。改めまして、私テンタビギン。このベースキャンプのボス、ナイトハルトの娘です。ベースキャンプ運営のお手伝いでいつもここにいるから、知りたいことあったら話しかけてね。ベースキャンプにはパイロットさんの活動に役立つ施設が盛りだくさん。しかもここではあなたの活躍に応じて報酬が…あと本当は他のパイロットさんと交流できたりもするんだけど、実は今ちょっともう少ししたら制限も解けてまた賑やかになると思うから、他の人とお話しするのは少し待ってね。さて、初めてのベースキャンプだし、これから施設の利用訓練を受けてもらうね。最初のステップは携帯情報端末ハロについて。これを使えばいろいろな、まずは基本中の基本、モビルスーツの出撃登録をしておきましょう。モビルスーツは地上専用と宇宙専用、それぞれ1機ずつ登録できるよ。お疲れ様です。物資配給局へようこそ。また来てね。約束だよ。お疲れさん。地上戦と宇宙戦では有効なモビルスーツのスキルが全然違うんだよ。どのモビルスーツがどの戦場に最適なのか、自分なりの組み合わせを探してみてね。それでは次は訓練ステップ2です。レーダーとガイドマーカーに従って報酬窓口のお父さん、ナイトハルトに会いに行ってね。パイロットさんに何かプレゼントがあるらしいよ。ハロー。
俺がこのベースキャンプを仕切っているナイトハルト・ハイデッガーだ。特別な報酬の受け渡しは俺が直接やることになってるから、マメに来い。お前さんには期待してるぞ。ま、これからよろしくな。受け取ってくれ。こちらは物資配給局になります。私は担当のカタリナ。ここでは
溜まった DP を物資と交換したり、トークンを使って抽選配給にチャレンジしたりできます。よろしくです。お手持ちの DP と物資を交換できます。現在の配給物資はこちらになります。
の配給物資はこちらになります。現在の配給物資はこちらになります。現在の配給物資はこちらになります。抽選配給に挑戦ですね。それでは抽選開始です。規定ポイントへの物資投下をお願いします。物資投下開始。需要確認。よう、調子はどうだ。ま、ざっとそんなところだ。こんにちは。こちらは出撃受付です。パイロットの皆さんがご希望する戦場への輸送などを手配、戦闘でのナビゲーションも担当させていただきますので、どうぞよろしくお願いしますね。お疲れ様でした。こんばんは。お待ちしていました。
ベースキャンプの誇る強化施設、モビルスーツのメンテナンスはもちろん、あ、しまった。ついつい自己紹介はここの責任者やってるっすよ。これからよろしく。じゃあ今日はどうしたい？よう、調子はどうだ？さ、受け取ってくれ。ま、ざっとそんなところだ。昇格任務窓口担当の我々 PMU 民間軍事会社連合における階級制度や昇格、ここで行えることを簡単に説明させていただきます。期待しています。わしの名はパトリック・カーティス。ここに座らせてもらってる。戦いは悲しみを生むが、人はそれを乗り越えられる。ま、気が向いたら話し相手にでもなってくれ。
撃手続きします。出撃手配を行います。それではお気をつけて。それではお気をつけて。出撃準備を開始してください。チームが確定しました。最終準備を行ってください。